こんにちは。今回は、このホルスターの紹介を、したいと思います。で、このホルスターなんですが、こちらの STI の、インレットシェイプ 5.1 っていう、ハンドガンを、手に入れまして、こちらに、対応するホルスターがないかなと探しておったんですけども、ちょうど、ターゲットワンさんっていうチャンネルで、この存在を知って、購入しました。で、このような形ですっぽりと入ります。で、ロックなどはなくて、ちょうどこことここの、プラスネジで調整してテンションを調整してこうスッと入るものです。で、こちらのモデルなんですけど、中にこういった、銃が傷つかないように、こんな、なんていうのかな、こういうあのスウェードのような、あの革 の, あのスウェードのようなこういったですねようなものが貼り付けてあります。で、ちょっとですね、気になったのが、側面、こうちょっと見えると思うんですけど、側面はあるんですけど、上面にですね、この上、この上にこの、スウェードのものがなくて、ちょっとここの、見ますかね、あの上の方がちょっと傷がついちゃってます。私は気にしないんですけども、もしその保管用というか、その大事にされる方がいたら、参考になればと思うんですけど、こうやって傷がどうしても、擦れるんでついちゃいますよと。逆に言うと横の方は、つきません。で、こちらの、モデルなんですが、これ箱です。で、ゴーストの絵のシビリア 3G エリートっていう、ホルスターで、ローマの、イタリア製の、ゴースト社っていうのが、ローマ、イタリアのローマにある会社らしくて、こちら、こういったロゴが入ってるんですけども、ここにですね、イタリーって、ね、ローマって書いてます、住所があって。で、デザインが非常に自分は好きで、結構かっこいいなと思ったんで、買いました。で、何が違うのって言ったら、そのまず一つはこの中のスウェードがついてるのと、もう一つが、ここがですね、こういった、ベルトにこうくぐらせるというか、ベルト、こういった、よいしょ、あのガンベルトにこうやってつけてパチッとできるような、こんな感じですね、つけるようになりますといった。で、このアタッチメントが、なんちゅうかこういう角度が調整できて、こういった、ちょっと便利なもので、もう一つの他のモデルで、もっと簡素に、そのなんちゅうかな、コンシールメントっていうか、その、ベルトに、パツッとこう、なんていうんですかね、簡易的につけるようなタイプのものがあるらしいんですけど、これはこういった角度も調整できて、なおかつ中にスウェードのこういう内張りがあって、銃も保護できるよっていったものになります。自分ちょっと上の方傷つくなっていうのは、気にはなったんですけど、これ使い込むもうと思ってるんで、このインレットシェイプに関しては。で、こちらなんですが、購入した経緯、このホルスターの購入した経緯なんですけども、補足で、これ、KC の、インレットシェイプ 5.1 っていう、この、ハイキャパといわゆる、俗に、言われるハンドガンです。厳密に言うとハイキャパっていうのは、東京丸井さんの、こういったハイキャパシティのハンドガンを指すらしいんですけども、これ STI っていうその実銃のメーカーが出しているもので、他にも、こちらの、ここにも書いてるんですけど、 STI の他に SVI っていうストリアボイド、ウエストアームズさんとかがよくモデルアップしてるモデルで、私持ってないんですけど、SVI ストリアボイド社のハイキャプシティのハンドガンがあります。で、自分はこの、ハイキャパシティのハンドガンはこのモデルしか持ってないです。ちょっと丸井 の、ハイキャパも、ここにしようかなと前から思っ
ってるんですけども、まあハイキャパのモデルよりもこの握りが細い、1911のガバメントの方が私は好きなんで、まあ今回こちら買ったのは、まあ見た目とハイキャパ前からちょっと気になってたんで、 STI のモデルがまあこのインレッドシェイプかっこいいんで、まあ気になって購入したわけです。ただホルスターがないんですね。でホルスターが、ないのは昔からまあ知ってまして、ブラックホークっていう自分はホルスター使ってるんですけども、ブラックホークの、ホルスターでこのハイキャパシティのハンドガン、東京マルイのハイキャパやこちらのようなモデルが入るホルスターがなかなかないと、まああるにはあるんですけども、あまりデザインが好きじゃなかったんですね。こちらまあ、なんていうか、この、まあ、独特な形状というか太いので、でこの、モデル、まあ、結構新しめだとは思うんですけども、非常にデザインが、このような、なんかイタリアだけあって、艶やかな、まあ、こういった、なんちゅうかね、曲線が、まあ、美しいなと、私もまあ好きなんですけども、で、まあ、気になって、購入したわけです。まあ、このようなデザイン、モデル、気になった方は、どうかなと思って、まあ、動画なども、ネットの、まあ、情報なども少なかったんで、まあ、ちょっと動画にまとめてみようかなと思って、今、まあ、撮ってるわけなんですけども、普段私は、このような、ホルスターを使ってます。これは、このような、まあ、いわゆるガバと言われる1911のモデル用の、ホルスターになります。普段はブラックホーク、このようなブラックホークのホルスターを使ってまして、理由の一つに、このディスコネクターって呼ばれる、システムが、まあ、とても優秀で、まあ、こういったような形で、こうやってワンタッチで、角度を使い換えれる。よいしょ。こんなような形で。で、これ以外にも、こんな感じで、別の、ブラックホークのホルスターがあっても、まあ、これちょっとこのディスコネクタ、ちょっと取っちゃってるんですけども、このように、ワンタッチで、こうやってつけることができます。まあ、銃は変わっても、まあ、これでいけるわけです。で、今回、このゴーストのモデルで、それができるんじゃないかなと思ってですね、まあ、購入前に、調べたんですけども、情報が少なくて、なんともだったんですね。で、まあ、とりあえずはそのデザインも好きですし、で、買ってみました。で、ちょっとやりようがあって、実はちょっとこのディスコネクタ、このプレートがですね、ついたわけです。で、それをちょっとお見せしたいと思います。で、一回これ取る必要があるんで、ちょっとこれを取りますね。で、このように取れました。で、こういうふうに3つの穴が開いてます。実は購入前からこれがどう使えるんじゃなかろうかっていうふうに見てて、まあもう情報なかったんで、買ってみてなんとかいけるんじゃないかと思ってですね。で、結論から言うと、いけました。んで、これを、いけるんですけども、ちょっとやってみます。どうだったかな。そうですね。ここちょっとね、わかるように書いてたんですけども、ちょっとですね、この取っ払ったこの3つのプラスのオスネジの方は使わずに、こっちのブラックホークの方のネジを
使います。これですね。で、受けのメスの方はそのまま流用っていった形で、このように、こうしてみて、まあ、いけるかなと思ってまあ、実はここが大きいんですね。これだと、ここについてるこの六角だとちょっとちっちゃいんで、こっちの。で、これに関しては、ちょっと待ってくださいね。とりあえず、ちょっと先に、つけちゃいます。あとかな、ちょっと、見やすくはなるように編集でなんとかしたいとは思うんですけど。はい。で、このようにつきます。で、一応ですね、角度がまあ、使いやすい角度はあるんで、要は、こっちがまあ、ディスコネクター、このプレートはめたときに、このホルスターのやっぱ角度、使いやすさの推移、まあ、個人で、まあ、それぞれ違うとは思うんですけど、まあ、ここの、たくさん穴があるので、いろいろちょっと組み合わせで選んで、で、この2個しか使いません。逆に言うと2個ついたので、これはラッキーといった形ですね。で、残りの1つ、まあ2個で全然使えます。で、心配だったらもう1つ、まあ穴開け加工するなり、ここにちょっと、まあ、座繰りを入れて、こうですね、座繰りを入れて、こっちのホルスターの方にも穴を開けて、まあ、後々追加工をして、ガチッと止めて、使えるようにしようかなと思ってるんですけども、今のところこの2つ、つけた感じで全く問題なくこのホルスターの方に、まあ要はこのようにバシッとはまって、でスッと入るわけです。なので、ね、いや、これはこのシステムはいいと。ブラックホークの、ディスコネクタ、のシステムがそのまま、流用できるなっていうので、まあ、今回ね、紹介しようかなと思った経緯の一端にはそういうものがあります。で、これ、ちょっと追加でですね、実は、買いました。何をしたか、これですね。クイックディスコネクト、モールアダプタシステム、ブラック、黒色のやつで、このようにネジがついてきますね。こうやって、これを買えば。で、まあ、これなんだ。これなんかネジ太いな。こっちが細くて、なんかこっち、ネジの径が多分、分かりない。おそらくネジの径が違うと思います。太さがここ違うんで、2つ、まあこっちの細い方でしょうね、今私が使ったのは。だと思います。なので、これ買えばこのネジついてくるんで、一応検証した方がいいのかな。ですね。ちょっと待ってくださいね。まあ、この色の、こういう色も買っちゃってます。まあ、ただ買ったよっていう 3つ買ったんですけどね。黒2つ、さっき見せた茶色2つ、ちょっとこれ開けちゃうか。で、まあ、結局私がこのブラックホークの、まあ、このシステムに行こうと思ってるから買ったわけなんですけど、どうもね、最近なんか界隈の話によると、このブラックホークの、このホルスター、
は評判が良くないというか、実銃の世界で、どうしてもトリガーを抜くときに、ここでこう抜くんで、多分そのままこうかけちゃうんでしょうね。で、暴発のような、あの問題が指摘されているらしくて、私はまあ、気にしたことがないというか、おお、そうなんだと思ったんですけど、まあ、それらしいです。なので、別のホールスターの方に、まあ、執行機関など移行しているらしいんですけども、私はまあ、これ使い慣れてるんで、この、ブラックホークのシステムを使っていきたいと思って、この度、クイックコネクトシス、このプレートも、新たに3枚買ってるわけですけども、何しよったかな。で、この、あれだね。話がね、ちょっとね、余計な話をしていたら長くなっちゃうんですけど、すいません。はい。で、一応、検証というか、確かこれ、つきますよっていうのが分かった方が、新たに買われる人が無駄な買い物をしなくて済むんじゃなかろうかなと思って。うん。入りそうですね。入ると思います。これ入ると思うんですけども、これでこう検証した方がいいんだろうな。ですね、これもともとゴーストのネジ、六角のプラスのネジなんですけども、これ径を測ると 3.86 ね、なんですけど、こっちが4.14 なんで、どうも径が違うんですよね。だけど私が持ってる ブラックホークの、ホルスターシステム、過去に買ったものからちょっとそこそこ取ってるんですけども、どれっちなちょっと分からなくなっちゃってるんですが、よいしょ、もう一回。そうだね、ちゃんとね、これがブラックホークの、同じくブラックホークのものだったと思います。で、ちょっと測ってみよう。 3.9 だからね、ゴーストの方が 3.88 だ、だから今現行で売ってるこのこいつについてくるネジだとつかないんなんですけど、まあやり方は、まああれで、あれですね、ワッシャーかませれば、要はここの皿の受けの部分がちっちゃいんで、これつくことはつくんですけど、こうやって、要はこうやってですね、ここがちょっとガバガバというか、これが頭の受け面が面積が小さいんで、ワッシャーかませればいいと思います。まあそこはまあ工夫して、ください。うん、まあいろいろやりようはあるとは思うんで、すいません、まあこういった結果なんですけど、まあ自分はこういったネジ持ってたんで、ブラックオークの結構、まあ物によって変わるのかもしれませんね、同じメーカーでも。はい、まあちょっと自分は物持ちが良かったということで、パッすんなりついたんですけども、はい。で、このような、こういうふうにね、ブラックホークのシステムが、使えますといったことが、言いたかったわけです。はい、
ブラックホークのシステムを、この同じ、このディスコネクトシステムを、お使いの方は、こういったふうなやり方ができますよという内容ですね。はい、ではありがとうございました。